はい、じゃあスノーボードに、ホットワックスを今からかけたいと思います。じゃあ実際ワックスをかけていきます。これもあのかけ方いろいろあるんですけど、僕はこういうふうに溶かしてこうろうそくみたいに垂らすんですね。はい、ちょっと螺旋状にまあまんべんなく板にかかるようにこんな感じで、なるほど、一通り垂らしました。はい、はい、でここから、ソールにこう染み込ませるようにかけていくんですけど、はい、こういうふうに溶かしていきます。おー。で、この時の注意点なんですけど、はい、あのソール、はい、やっぱり高温でやってるので、はい、こうこの動きを止めないでほしいんですよね。ああ、置きっぱなしにしないと、はい、この溶かすのにジューとかじゃなくて、はい、こう動かしながら、なるほど、こうやってほしいんですよね。これを止めちゃうとソールが傷んでしまうので、はい、こういうふうに動かしながら、要はこのソールの細かいこの溝みたいになってるんですけど、はい、イメージ的には、はい、溝なのか穴なのかにこうワックスの素材を染み込ませるという作業ですね。なるほどなるほど。今は染み込ませてるんですね。そうですね。はい、はい、一通り塗りました。はい。で、まあこの時にこういうワクシングペーパーとかっていうのを使ったりもするんですけど、はい、ちょっとやってみます。はい。ワクシングペーパー。はい。これも売ってるんですね。これも売ってます。はい。これはいろいろ機能があるんですけど、こうソールを傷めない。一枚こう紙を挟んでやるので。なるほどなるほど。傷めないっていうのと、あとこうペーパーを使ってかけたところとそうじゃないところの違いが分かると思うんですけど、はい、はいはい、こうちょっと凹凸が少なくなってます、ね、そうですね、余分なワックスを取ってます。はい、あとこの黒いところ、本当だ、これ汚れです、ね、汚れ、あ、はい、そうか、雪やっぱり汚れてるんで、あ、それをこのペーパーで取ります。